大輝くん。はい、日本維新の会無所属の会青山正幸でございます。本日は質問の機会ありがとうございます。早速ですが質問に入ります。まず8月の厚労委員会で私は厚労省のオープンデータに基づく統計的グラフを作らせて添付させていただきました。皆さんにご配布いたしました。そこから2ヶ月余り経過したので更新版を作りました。でまず、丸3、丸4、丸5をご覧いただきたいんですけれども、7月8月第2波と言われておりましたけれども、結局のところ、死亡者数第1波よりも、だいぶ少ない状況、そしてそれが続いていると。で今般も第3波と言われておりますけれども、やはり同様に今のところ、もちろんタイムラグがあるのでここから増える可能性はありますけれども、低い水準で、続いております。資料丸3ご覧いただければこれは明らかだと思います。そしてですね、資料丸4丸5、これは若干、ご説明しますと、一般的に陽性者としてカウントされてから3週間後くらいにですね、仮にお亡くなりになる場合には亡くなる場合が多いので、そのタイムラグを見込んでですね、作ったグラフでございますけれども、これを見ると上の方を見ていただくとお分かりの通り、40代以下はもうほぼゼロ、20代未満は完全にゼロなんですね。そして20歳代も2名しか今のところ、その2名の方は大変残念ではございますけれども日本では出ていないと、死亡者は。で下の方を見ると分かるんですけども、やはり今回のこの日本におけるコロナ新型コロナウイルスは60代70代以上に非常にリスクが高い、そうは言っても春先よりはだいぶ減ってはいるわけですけども、そういう特徴のある疾患であると。からもう一つはよく言われていることではございますけれども、糖尿病だとか尿酸値が高い方とか、そういう持病のある方、そういう方にリスクが偏在している疾患だと考えておりますけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。大臣のご見解をお伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣。委員おっしゃられました。まずですね、重症化する割合や死亡する割合は、これは年齢が高くなるほど、高くなっているということであります。以前から比べ確かに、数字は低くなっておりまして、これ、国際医療研究センターのですね、大曲先生のですね、研究の中身で、6月の4日以前と以降ですかね、入院時重症者の方が死亡している率を見ますと、以前は確か 19% 強だったのに対して、以降の平均、これアップデートしてないんで、ちょっとまだ最近の数字入ってませんが、10% 強ということでございますので、そういう意味では入院時重症者、なかなかただ単に発症者という話になりますと、発症者といいますか、感染者という話になりますと、比較的以前よりも今の方が間口を広げて、いろんな検査をやっておるものでありますから、入院時重症者というのがですね、比較的、同じ比較としては適しているだろうということで、そういうような研究結果を見ましても、やはり、重症者の中の死亡率も下がってきておるということがございます。ただ、そうは言ってもですね、やはり高齢者、基礎疾患を持っておられる方々はですね、若い方々に関して対しまして重症化しやすいということがございますので、しっかりと我々これに対しては注意をしていかなければならないと思っております。青山正幸君。はい、ありがとうございます。前回もですね、加藤厚労大臣も同様な形で、70代以上というか高齢者、そして持病をお持ちの方、リスクが偏在しているというような答えをいただいております。でそういった状況を踏まえてですね、現在北海道などで陽性者数増加が言われておりまして、 GoTo キャンペーンの除外が議論されたりですね、自治体によっては営業時間短縮などを、飲食店などに要請されているところもあるようです。で後者については、現場を預かられる自治体のご判断であり、それは尊重されるべきだと考えております。で従いまして、そういったご判断の現実のご判断の是非の話としてではなく、一般的な話として質疑させていただきたいんですけれども、例えばですね、この元に戻りまして資料の丸2ですね、
これ今大臣も例に出されました重症者、これも厚労省のオープンデータからですけれども、これを見るとですね、8月中旬過ぎからですね、重症者の数増えておりますけれども、まあ、200名前後というところでずっと続いております。現状もこの数がですね、第3波とは言われておりますけれども、この重症者が増える気配はあまりないと。もちろんここからある可能性もあります。でただあくまで現状を見るとですね、私重症者というのが非常に、注意すべき指標だと思っておりまして、それはなぜかというと、まあ、ドイツのメルケル首相もはっきりと最初の頃から言われてるんですけども、この新型コロナとの戦いというのは要は医療システムを守る戦いであると。で高齢者リスクある人を守る戦いであると。で医療システムさえ守られていればですね、それは一定程度、まあ、最近も救命率、いろんな治療法の改善もございまして救命率高くなっております。で医療システムが破綻するようですと、これはもう極端な手段をもちろん取らなきゃいけないこともあろうかと思いますけれども、まあ、死亡者数あるいは重症者数がですね、こういうコントロールされるような範囲である以上はですね、私はやはり あまり極端な手段を取る必要はないんじゃないかと思っております。具体的に言うとですね、まあ、前にされたような広範な外出制限、移動制限、あるいは営業の制限、学校の休校、まあ、そういったことを今直ちに取るべき時期ではなく、まあ、今日もいくつかご指摘ありましたけれども、病院、介護施設などの焦点を絞った感染拡大対策を取るのが現状必要であって課題であろうかと思っております。その点について大臣のお考えをお知らせください。田村厚生労働大臣。重症者、それから重症者の中での、まあ、死亡率といいますか、そういうものが一定程度で以前よりかは抑えられているというのは、まあ、いくつかの要因があるんだと思います。一つはですね、レムデシビルでありますとか、リウマチ等々の薬、これがどの時点で、まあ、どういうふうに使っていくかというような、まあ、治療法が一定程度ですけども、確立をされつつあるという中で、それが標準化していろんな形で皆さんがそういう対応をしていただいておると。ただその前提は言われます通り、医療現場がしっかりとですね、その対応ができるということでありまして、医療現場が第一波のようなようにもう混乱しますと、どうしてもそういう対応ができないと。だから医療提供体制、これ非常に重要であるというふうに思っております。そういう意味からいたしますと、先生がおっしゃったように、医療や介護、特に重症化される方々のところがですね、クラスターが起こりますと、これは大変なことになりますので、こういうものをどう防いでいくか、大変な重要な観点だというふうに思います。一方で、先週金曜日、私 G7 の保健大臣会合をオンラインでやりました。比較的優等生だったドイツがですね、今感染拡大再度広がっておりまして、1万人を超える1日新規感染者出ておるようでありますが、保健大臣おっしゃられるのには、2週間で ICU が3倍病床を塞いだというようなお話をお聞きしました。でありますから、今大丈夫であってもですね、いつ病床がいっぱいになるかわからないという危機感を持って我々対応しなきゃなりません。言われる通り、すべて要は営業を自粛をお願いするというのがいいのか、部分的にやるのがいいのかって、これは所管官庁の皆さん、また自治体の方々にお任せする話でありますけれども、常にそういう危機感を持って我々は対応しなきゃいけないということだけはですね、厚生労働省としてしっかり肝に銘じてまいりたいというふうに思っております。青山正幸君。はい、厚労省あるいは大臣がですね、そういった危機感を持たれて担当する、まあ、これは大変当然のことでありますし、また期待されているところではあると思います。でただ一方で、それが過剰な対策になってしまうと、せっかく、持ち直してきたところの経済がダメになると、これもまた一つの、人々の、幸福を奪う原因にもなりますので、そこら辺の見極めはぜひお願いしたいと思います。そして今ご指摘の入院とか介護施設、日本と同じような対策を取っておられましたスウェーデンで、当初死者が多かったのはその介護とか入院施設でクラスターが発生したからというところは、まあ、ご承知のところだと思います。まあ、そこをきちんとやっていけばコントロールしてですね、一般の社会生活と両立できる、そういうふうな対策が可能だと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。でもう一つ、厚労省はですね、今このオープンデータ出されてるんですけど、これはエクセルの表のようなもので数字が並んでるだけなんですね。でこれ全部うちの方で拾ってですね、
この表にしてるわけです。でこれ今回のコロナのことが始まったときにですね、私は内閣府にも再三申し上げたんですけども、政府非常に経済対策されてるんだけれども、あまりにも当初分かりにくかったと。一体どこを見れば自分に対して適用される対策があるのかと。で繰り返し言ってですね、そして今本当に非常に分かりやすいものが内閣府の経済対策のやつはなってると思います。で厚労省はそこの意識が少し足りないのではないかと私は思ってます。でなぜかというと、相変わらず報道が感染者数のみなんですね。こういった重症者数あるいは死者数の変動について分かりやすく解説するような報道ほとんどなされていません。でその原因としてはやはり厚労省のホームページとか情報開示のところが分かりにくいということがあると思います。これやっぱり適切な対策という意味ではやる必要があると思います。この点ぜひ改善していただきたいんですけど、大臣のご所見お願いいたします。田村厚生労働大臣。今新型ウイルス感染症に関しましては特設ページをですね、厚生労働省のホームページにですね、開いておりまして、検査陽性者数、死亡者数、重症者数等の必要な情報を日々発信をいたしております。国民の皆様にとって関心の高いデータだというふうなことも認識いたしておりますので、一応グラフも掲載するとともにですね、データを CSV ファイルで提供をいたしておるということであります。また政府の分科会の方から、特にこの感染リスクが高まる5つの場面というものを、これをですね、ご発表いただいておりますので、これを国民の皆様方にしっかりと分かるような形でですね、お示しをしていてさせていただいているところでありますけれども、いずれにいたしましてもまだ分かりづらいということでございますれば、さらに我々ですね、国民の皆さんにまずしっかりと、正しい情報をですね、ご提供することが何よりも国民の皆様方が正しい行動をしていただける基礎だと思っておりますので、心がけてまいりたいというふうに思っております。青山正幸君。はい、ぜひよろしくお願いいたします。続きまして CT 値の問題についてお聞きいたします。新型コロナウイルスについて専門的関心をお持ちの国民の間で関心が高いのはこの PCR 検査における CT 値です。で皆さん当然ご存知のこととは思いますけれども、質問の前提として若干ご紹介すれば、PCR 検査というのは簡単に言うと一本差にした DNA をですね、異型のテンプレート DNA とプライマーと呼ばれる DNA の断片をですね、アニール、なますという意味のようですけれども、なまして増幅してそれを繰り返すことによって倍々ゲームのように指数関数的に増やしていくと、こういうものだと承知しております。で CT 値というのは、スレッシュドサイクルということですけれども、この増幅するこのサイクルを増幅するということを何回までやるのかと、それの上限値ということだというふうに理解しております。で理論的には30サイクルで1つの DNA から10億コピーまで増幅産物が再生されるということですので、すればするほど、非常に増えていくと。でこういった仕組みであるためよく疑問が提出されているのがですね、PCR 検査の陽性の意味です。で PCR 検査というのは、要は何が分かるかといえば新型コロナウイルスの遺伝子が存在していたということが分かるというだけの話なんですね。で問題はその遺伝子に意味があるのかないのかというところです。というのはですね、ご承知のとおり陽性になった場合には発症していなくても無症候者でもですね、原則入院というところがつい先日まではそういう取り扱いだったのがですね、今般改正されまして政令がですね、無症候者も含めて原則入院という取り扱いは改められましたけれども、入院対象が重症化リスク、ごめんなさい、それでも無症候者の方でも自宅待機が原則とされるというような不便がございますし、から症状があって入院された方にはおいてはですね、PCR 検査が陰性になるまで退院できないというご不便があるわけです。そういう、法律上あるいは法律上のですね、国の方で、感染者の方に迷惑をかける、迷惑というと変ですけれどもお願いをする、そういうような状況があるわけですから、やっぱりこの単に PCR 検査で陽性になったからといってこういった不便をかけ続けるあるいは不便をかける可能性があるということは極力控えるべきだと私は考えております。そこでお聞きしたいんですけれども、
現在の陽性者とされている方たちが本当に感染力とがある意味のある陽性者なのかと。でこれについてはですね、まあ、簡単な話で検査時にあの検体を同時に2つに分けてですね、まあ、1つは培養検査にますと、で1つは PCR 検査にますと。で PCR 検査で確認して、陽性であってもですね、培養できなければそれはもう、感染力のない、まあ、いわば死んだウイルスなわけですね。でこういう、検討がですね、あのジョンズ・ホプキンス大学でも臨床研究でなされておりまして、それが、添付資料の、5です、あ6です、ごめんなさい。これご覧いただくと左側はですね、培養した結果、陽性だったもの、これ見ると、先ほど言った CT 値が30未満のところにほとんど集中しております。で培養が、ごめんなさい、ですね、あ培養が、陰性であったもの、それあの培養陽性と2つなっておりますけれども、ネガティブですから、こちらの方は陰性で感染力ないものですけれども、これはですね、まあ、30を超えていったところにも、非常に多く存在すると。で、この結果から考えてですね、まあ、30を超えたところに1個だけありますので、ポジティブなやつがですね。まあ、35くらいまでが適当なんじゃないかというようなことがよく議論されているわけです。で、これはフランスの研究でも同じようなものがなされています。でそういった前提でお聞きするんですけども、我が国において行われている PCR 検査の CT 値は、私が以前厚労省にお聞きしたときは、国立感染症研究所のマニュアルを示されてですね、40かもしくは40から45との回答をいただいてました。でもう一回聞き直したところですね、資料〇7の通りですね、まあ、機械があるいは試薬の組み合わせが非常に多くあってですね、これによって、非常にあのばらつきがあっていろいろ違うんだというご回答だったんですけども、これでよろしいかどうか、まあ、そのイエスかどうかだけで結構です。あのお答えください。鎌田医薬生活衛生局長。先生ご指摘のように我が国で承認されている PCR 検査用の試薬についてはその性能それぞれ異なりますので、 CT 値の上限についてもその試薬ごとに設定されており異なっているのが現状でございます。青山正幸君。そうしますとですね、これまであのご覧いただければすぐ分かるんですけれども、例えば低いものですと37となっており、37、38と、で40とか45もございます。で、私がちょっと疑問に思うのはですね、都道府県ごとに陽性者数の人口対比にばらつきがありますけれども、これは例えばこういうふうにどこの都道府県がどの機械と試薬の組み合わせを使っているかということに起因する可能性もあるわけですね。で、まあ、一般の医療機関が自分の信じるところに従ってですね、まあ、いろんなものを使うのはいいと思うんですけども、例えば保健所、あるいはそういう公的な機関がですね、あんまりバラバラであるというのもですね、どういかがなものかという気はするわけですね。今言ったように感染症法上の取り扱いで不利益があるわけですから。それからですね、もう一つ心配しているのはですね、オリンピックの話なんですね。各国の状況を調べたんですけれども、もうどうもよくわからないと。国会図書館 のご協力も得て調べたんですけども、もう報道ベースのものしかなくて、アメリカは日本と同じような状況で、台湾は一般的に35未満ということなんです。で今後でオリンピックを控えてですね、もう各国によってここの CT 値がバラバラだとですね、ある国の選手が例えば自国を出国するときには CT 値35でやったから、ネガティブ陰性であったと。でところが日本に来たら45まで回されてやってですね、陽性になるなんてことがあったりすると、まあ、これはちょっと国際問題にもなりかねないと。そういうことを踏まえるとですね、まあ、一定の線というのをちょっと考えておくべき必要があるんじゃないかと思うんですけども、その点について大臣のご見解をお伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣。PCR 検査のこれ承認でありますけれども、まあ、必要な制度が確保できている、保たれているということで、まあ、薬事承認または国立感染症研究所がですね、国立感染症研究所がですね、まあ、評価をするわけであります。でそういう意味ではまあ、それぞれそのカットオフ値となる CT 値でありますけれども、
同検査で用いられる試薬によってその差が出てくるわけで、そういう意味では、まあ、試薬を全部一緒にすれば多分医師がおっしゃられているような一定の基準は保てるのかも分かりませんが、じゃあ今の話世界中全く一緒にするかみたいな話にもなってくるわけでありまして、まあ、もちろん国内だけでもですね、同じ試薬で全て今供給できるかというと検査体制の中で限界もあるというふうに考えておりますので、今のところですね、まあ、統一するというような方針、これ世界的にもそういう話があるということも聞いておりませんので、まあ、我々としてはですね、今の状況の中で、さらに精度をどう上げていくかということを考えてまいりたいというふうに思っております。青山正幸君。まあ、現状では現状を前提とする限りその通りのご答弁としかならないと思うんですね。ただ日本においてでもですね、確か東海大学の先生だったと思いますけど、まあ、世界規格をきちんと提唱すべきであると、こういうことをおっしゃっている方もいられるわけ、おられるわけですね。まあ、ぜひちょっと検討は進めていただきたいと。からですね、それに関連してですね、今言った感染能力のあるウイルスの陽性者がどうかっていうのはすごく大事だと思うんです。で、単に PCR 検査っていうのは陽性反応があるだけのものっていう意味しかないわけですね。だからそこを区別をする研究っていうのをきちんとやっていくべきだと思うんです。で、せっかく国立感染症研究所などあるわけですから、この適正な CT 値というようなものを探っていく、つまりその感染症法上のまあ隔離であるとか、感染者としての対象者としてはどのような CT 値の方が適切なのかということについては研究を進めていくべきだと思うんですけども、その点について大臣のご見解をお伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣。2つ論点があると思ってます。まずその検査の時にちゃんと検体を取れているか、つまり、まあ、ウイルスを救えているかという問題が一つあります。それから潜伏期間の問題もあって、まあ、ちゃんと取れていったと、まあ、取れているというか潜伏期間がありますから、要はまだそれまでウイルス量が増えてないので、そういう場合にはですね、仮にちゃんと取ったとしてもなかなか感染能力があるかないか、これが分からないという問題と、もう一つは今委員が先ほど来おっしゃられておられます CT 値でどの数字ならば感染能力があるんだと。で、これは実は、アドバイザリーボードでしたっけね、分科会でもそういう話が専門家の方からも出ました。しかしなかなかですね、今の現時点でどこまでが感染能力があるかっていうのは、まあ、ある意味なんか人体実験に近いような話になってくるわけで、要するに感染させる能力があるかどうか確かめなきゃなりませんから、でそういう意味ではなかなか今の現状ではそういうものを出すのは難しいというようなお話であったかのように記憶をいたしております。青山正幸君。まあ、私申し上げた通りですね、まあ、人体実験するまでもなく培養検査してですね、培養ができないようだったら普通はまあそれはもう感染能力ないとみなすのが医学的な見解だと思います。まあ、その観点でちょっともう一度よくお考えいただきたいと思います。ちょっと時間ないのでまたこの点は次の機会にさせていただきます。それからですね、今度インフルエンザ、および風邪の季節を迎えてまいります。で、非常にここ危惧されていたところですけども、発熱患者の受診における交通整理の問題で、発熱した方が気軽に受診できることが重症化予防への第一歩だと思うんですね。タンパク質、血液検査によってですね、ある種のタンパク質が出ると重症化が予測できるような、そういうような研究もなされておりますので、そういう方が、まあ、要はうちにずっとこもっているよりはきちんと発熱外来をお受けになることが非常に大事だと思っています。で、その点についてですね、まあ、あまり報道されてませんけど、9月4日に厚労省事務連絡出されてですね、まあ、私の理解によれば保健所が仕分けるようなやり方、これを改めてですね、自治体が、まあ、電話相談窓口を設ける、あるいはかかりつけ医などの地域の医療機関に電話で相談して発熱外来というものに回すと、こういうふうに、されたようですけれども、まあ、その発熱外来というものがどの程度整備されているのか、また自治体の規模によって、まあ、偏在がされてないか、その点について現状をお伺いしたい。正林健康局長。お答えします。従来は帰国者接触者相談センター、まあ、いわゆる、まあ、保健所ですね、そこに相談して帰国者接触者外来を受診する、まあ、そういう仕組みでありました。まあ、それからですね、
新たにかかりつけ医等の身近な医療機関に直接電話相談し、地域の診療検査医療機関を受診する仕組みに変えることといたしました。発熱等の症状のある方が確実に医療機関を受診できる体制を10月中を目途に整備していただくよう各都道府県に依頼をしており、各都道府県においては関係者と協議の上体制整備を進めていただいていると承知しております。各都道府県における発熱患者等に対する診療検査を行う医療機関の指定状況については随時報告を受けておりますが、今厚生労働省において報告内容について精査をしているところでありまして、取りまとめが終わり次第速やかに公表したいと考えております。青山正幸君。そうしますとですね、大きな病院だけではなくて一般開業医などでも受診が可能というふうに理解できるんですけども、そういう理解でよろしいかと。それからそういった場合にどういう感染予防対策が当該医療機関でなされることを期待されておられるのか、簡単で結構です。お答えください。塩林健康局長。はい、ご指摘の通り大病院に限らず一般の診療所も含めて発熱等の症状がある方とそれ以外の方が接触しないよう物理的に動線確保できる、それから時間的分離、あるいはドライブスルー駐車場にテント等々ですね、さまざまな方法で、そういう診療体制を組んでいただくということを想定しております。青山正幸君。はい、私が一番心配しておったところで、そしてですね、実はちょっと残念だったのがですね、37度5分が4日続かないとですね、お医者さんに行くなというような広報に誰がどう見ても見えていたのが、そういうことをしたつもりはないと加藤厚労大臣、そういうふうな答弁をされてですね、これちょうど20代 の力士の方が亡くなられた時ですね、私はそれはちょっと無責任なんじゃないかなと思ってたんです。でそこは絶対に改めていただきたいと思ってたんですけど、今回これはポンチエも出されておられますし、事務連絡を見ましたけれども、診療拒否、医師法上の問題にもなるというようなことまで踏み込んだ事務連絡をなされていて、私は大変一歩進んだ対応を出されていると思って、大変評価しております、個人的にですね。で、そういういい体制を作られているんですけれども、これもまたですね、広報の問題で、あまりマスコミでも聞きませんし、よくどの程度の広報されているのか。こうやっぱり国民それを知るとですね、だいぶ安心感が違うと思うんです。これぜひやっていただきたいんですけど、大臣のそのご決意というか取り組みに対するお考えをお聞きしたいと思います。田村厚生労働大臣。初動でですね、今37度5分の話がありました。当時から私はですね、インフルエンザも決しておろそかにできないので、やっぱり体制ちゃんと見れる体制作るべきだということを党の方からですね、政府の方に要望しておりました。で、実態としてはそういうような取り扱いを現場でしていただくように一応通知は言っておったようでありますけれども、始め流れた候補がですね、どうも強烈すぎてですね、十分に国民の皆さんに伝わらなかったという意味では、我々厚生労働省反省しなきゃいけない部分多々あるというふうに思っております。で、今般に関しましては、いろんな事情が、私は実はいろんなところで言ってるんで、ある程度ご理解いただきつつあるのではないかと思っておったんですが、先生がそうやっておっしゃられるというのはまだまだなんだなと改めて反省いたしておりますけれども、いろんなパターンがあると思うんです。例えば街中、東京のようなところではですね、どうやったって動線が確保できず、雑居ビルの中で会議をやられている先生方は飲食店等々があったりなんかしてどうしても受けられないと、そうなった場合には場合によっては PCR 検査センターというのを作っておりましたが、ああいうのはどこかの、病院の駐車場等々でですね、外来で受けるというような形もあると思います。それから場合によっては午前中は発熱者をお受けするけど、午後は一般の診療をやるよ、曜日によって変えるよ、いろんなパターンがあると思います。これは各自治体で事情が違うと思っておりますので、それぞれでお考えをくださいということで都道府県知事さんにお願いをさせていただいて、多分数今日出てくるんじゃないかな、多分もう数が発表されるかどうかと思うんですけども、ある程度の数がですね、揃ってまいりました。そういう意味ではですね、これからしっかりと候補しなきゃなりませんが、まずはですね、お電話をいただきたいと、分からずまま言っていただくとですね、自分も感染するかも分からないし、自分も移すかも分からない、まずお電話をしていただいて、ちゃんとそこで自分のかかりつけ医でやってるのかどうか、やってなければどこでやってるのかということを確認する。これも自治体によってはもう
開業医の先生方が分からなかった場合にはコールセンターを受け付けますよ、実は神奈川の県知事さんがそうやって言われてました。そういうような体制を組んでいる都道府県もありますので、しっかりと都道府県でも広報していただく、国でも広報する、自治体市町村でも広報する、そういうことをしっかり進めてですね、国民の皆様方に安心して発熱しても、医療にかかっていただけるというような体制を、早急に整備してまいりたいというふうに考えております。青山正幸君。はい、そうやって大変ないい体制をお作りになる、そして実際に診療に携わる医療機関が差別されることのないよう、そこもお願いしたいと思います。時間ですが、最後に1問だけ。ですね、今の診療体制、新しいやり方です。で、診療報酬による後押しなどの間接的やり方だけではなくてですね、今おっしゃったように自治体の状況を把握してですね、必要な場合は現地調査とかも織り交ぜていただいて、本当に地域によって格差がないように、そして今言ったようなものが現実機能しているのか、きちんと厚労省でも確認いただきたいと思うんですけど、その点だけお願いいたします。田村厚生労働大臣。なかなか厚生労働省の職員限られておりまして、全国47都道府県津々浦々までというわけにいかないんですが、しっかりと都道府県と連携して状況をつぶさに聞くようにと指示しておりますし、都道府県の皆様方には市町村ともしっかり連携してくださいというお願いをさせていただいておりますので、今委員おっしゃられました通り、各地域の現場の声をしっかり我々も吸収させていただきながら、適切な対応をしてまいりたいというふうに思っております。青山正幸君。はい、申し合わせの時間が経過しておりますので、ご協力お願いします。ご丁寧な答弁ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。次に、内閣提出予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の